ホイック島は、かつて存在した、イギリスの政党、後の自由党及び自由民主党の前身にあたる。ホイック島の起こりは、イングランドをチャールズ2世の時代の1678年から1681年にかけての多い継承問題で、カトリックであったチャールズ2世の弟ヨーク公ジェームズの即位に反対の立場を取った人たちを指して、ウィガモアと言ったのが始まりである。 ホイックはスコットランド方言の馬を乗り回すから来ていると見られる。1660年に心境と革命後の王政復興を受けて即位したチャールズ2世には着手がおらず、次のイングランド王にはチャールズの弟ヨーク公ジェームズが目されていた。しかし国境はプロテスタントのイングランド国教会であり、カトリックの王をいただくことに対して強い抵抗感があった。 この後継問題は、イングランド議会においても、ジェームズの即位を認めるグループと認めない、グループの間で、激しい論争となった。ここで賛成派が、反対派を指して、ホイックと呼んだのが、ホイックの始まりである。ホイックは、スコットランド語のウィガマーから来ており、意味は、無本人とか、馬泥棒という意味である。一方の反対派は、賛成派を指して、トリー、アイルランド語で、 ならず者、盗賊というあだ名をつけた。これが、トーリー党の始まりになった。ホイック党の事実上の創設者は、シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーで、トーリー党の前身である、宮帝党は、チャールズ2世の側近である、ダンビー・ハクト・マス・オズボーンが作り上げた。ホイック党は、議会重視と被告教徒の関与を掲げ、トーリー党は、国王村長と、 国境会検事で寛容を認めなかった。1678年のカトリック陰謀事件で、反カトリックの風潮が漂い、ジェームズはイングランドから出国、ダンビーハクもフランスを売るい14世との密約が発覚して、ロンドン島へ投獄、議会は保育党優位となった。保育党はこれらを背景に、チャールズ2世の諸子モンマスコージェームズ・スコットの着手への格上げで、 直国王にすることを目論み、ジェームズから王位継承権を剥奪する王位排除法案を議会で通過させようと試みたが、チャールズ2世とトーリー党の反対を受けて認められなかった。1681年にチャールズ2世は議会を解散すると、ホイック党の地盤である地方の治安判事と、自治都市を切り崩してトーリー派に交代させたため、ホイック党が不利になり、 シャフツベリ博の亡命とライハウス陰謀事件による指導者層の排除で保育党は衰退した。モンマスも事件との関与を疑われ、イングランドから亡命、ジェームズの即位は認められ、1685年にチャールズ2世亡き後にイングランドをジェームズ2世として王位についた。なお、この時点での保育トーリーは、公領を採択して、党として一致した政策の実現を目指すという。 現在のような政党ではなく、あくまでも、ジェームズの即位問題にのみ特化されたグループであった。先の王位継承問題において、トーリーのようにジェームズに対しての王位継承を認めた、グループが存在した理由は、ジェームズも、また着手がおらず、カトリックの王も、ジェームズ一代限りという諦めにも似た妥協が存在したためである。カトリックの王ジェームズ二世はカトリックに対しての保護政策を取り、 すでに、イングランドにおいては、時代遅れな絶対王政的態度を取るが、それも、ジェームズ2世の一代限りと諦めるしかなかった。しかし1688年、ジェームズ2世の王姫アリーが、王子ジェームズを生むと事態は一変し、次のイングランド王もカトリックの王として即位する。恐れからホイックとトーリーは一致団結して、ジェームズ2世を排除する行動を取り始めた。 オランダからジェームズ2世の娘メアリーと夫である、ジェームズ2世の甥いのオランダ総督ウィレム3世を招き寄せ、メアリー2世、ウィリアム3世として即位させ、ジェームズ2世とその家族は抵抗を諦めてフランスに亡命させられた。これが名誉革命である。名誉革命後の政権は、ホイック党、トーリー党から閣僚が登用されたが、 1694年に保育党が議会で多数を占めると、当リ派の政治家が更迭、代わりに保育党員が補充された。この時に閣僚として登用された保育党の政治家は、ジャン党と呼ばれ、チャールズ・モンタギュー、ジョン・サマーズ、トマス・ウォートン、エドワード・ラッセルらが中心となって政権を取り仕切った。保育党政権は大同盟戦争で戦費調達の必要性から、 国際制度とイングランド銀行を創設して戦時体制を整え合わせて出版の自由化と議会選挙を3年に一度実施する法案を可決させ貨幣会中も行い後の時代に大きな影響を与えた。しかし戦後はトーリー党が政府批判を展開し保育党政権からは閣僚が相次いで辞任していったため保育党は弱体化していった。 戦争に対する方針も出来上がり、ホイック党は大陸政策を推進、トーリー党は反戦派で海上政策を重視していた。1702年にウィリアム3世が死去、メアリー2世の妹アンが即位すると、ホイック党政権は倒れ、トーリー党からアンとの関係が深いシドニー・コドルフィンが大倉京に就任、新政権を率いることになった。コドルフィンは、 トーリー党員だが、恩恵派であり、友人のマール・バラコー、ジョン・チャーチルは、イングランド軍の総司令官として、スペイン継承戦争を戦い、妻のサラ・ジェニングスは、ゴドルフィンと共に、アンの信仰が深いため、中道派として、政権を運営していた。それでもホイック党が議会で盛り返すと戦争遂行と、スコットランドとの合同のためホイック党と手を組み、1707年の、 グレートブリテン王国成立につながった。だが、ホイック党嫌いの案からは、不協会戦争の長期化で、トーリー党からも非難され、ゴドルフィンの立場は危うくなり、1710年に大倉教を更迭され、ホイック党も総選挙で大敗して、トーリー党が議会の過半数を占めると指導者のロバート・ハーレーが1711年に大倉教に就任。 トーリー党の有力者のヘンリーシンジョーンが国務大臣となり、ホイック党員の閣僚は罷免され、野党に転落した。ハーレイは和平邁進のためマールバラコを司令官から罷免。1712年にフランスと単独交和して、翌1713年のユトレヒト条約を締結、オックスフォード・モーティマー伯爵にも助任され、同年の総選挙でも勝利して絶頂期を迎えた。ところが、 トーリー島にも弱点があった。オックスフォードとボリングブルックは和平工作では一致していたが、その後主導権をめぐって争っていた。大陸へ逃れたジェームズ2世の同盟の息子、ジェームズを支持するジャコバイトが、党内に含まれていて、オックスフォードは、着死のいない、アンの後継者に決まっていたまたいとこで、ドイツのハノー,ハー・オファー選定校ゲオルクリュートビヒを支持していたが、ボリングブルックは、 ジャコバイトを支持、オックスフォードは、党内一致に失敗して、分裂を招いた。また、ゲオル・クルートビヒはかつて、マール・バラコと共闘していた関係から、マール・バラコの秘免と同盟国を見捨てた、単独講和を推進した、トーリー党に不満を抱いていたため、新王朝で、トーリー党の繁栄は期待できなくなっていた。さらに、オックスフォードは、身持ちの悪さから案に見限られ、オクラ教を秘免。 公認を望んでいたボリングブルックも、公金横領の不正が明らかになると同じく、アンの信用を失い政権への影響力を失った。そして、アンが1714年に亡くなりスチュアート長は、断絶、ドイツからゲオルクルートビヒが迎えられ、ジョージ一世として即位した。これが、現在も名前を変えて、イギリス王室として続いている、ハノーバー朝である。ジョージ一世はすでに54歳であり、 英語を話す能力も新しく覚える能力もなく、イギリス王に即位してからもハノーファーに滞在する時間の方が多かったため、国政の一切はホイック党を中心とした内閣に委ねられることになった。ジョージ一世の信任を背景にしたホイック党は1715年の総選挙勝利とジャコバイト放棄を機に、トーリー党の弾劾に取り掛かり、オックスフォードをロンドン島に投獄、逃亡して、 ジャコバイトへ合流したボリングブルックらを試験剥奪、ホイック党の優位を決定的にした。各してわずか3年でオックスフォード政権は崩壊、ホイック等の長期政権が成立した。新政権はジェームズ・スタンホープ、サンダーランド博、チャールズ・スペンサー、タウンゼンド・シシャク、チャールズ・タウンゼンド、ロバート・ウォルポールの4人が中心となったが清掃で、タウンゼンドとウォルポールは、 下付け、スタンホープとサンダーランドが与党となった。しかし、1720年にウォルポールとタウンゼンドは、政府と妥協して与党に戻り、南海放末事件の対処に追われた。スタンホープは1721年に休止して、サンダーランドも信用を失い、事件を収束させたウォルポールが政権を掌握した。そして後に、タウンゼンドも辞任しウォルポールの単独政権が、成立した。 1721年当時のイギリス内閣のトップだった時の大倉卿は、コイックのリーダーとなったウォルポールで、事実上の首相として21年間内閣の指揮を取った。現在ではウォルポールがイギリスの初代首相とみなされている。この時代は、内閣が国王ではなく、議会に対して責任を負う議員内閣制が発達した時代で、ウォルポールは、 総選挙に敗れて首相の座を退任している。また保育が政党としての保育党としての体裁を取り始めた時代でもある。保育党は、ウォルポールのもとで、近代的なイギリス議会の最初の政権党としてスタートし、ウォルポール以降もしばらく保育党員が首相となり、ウィルミントン博、スペンサー・コンプトン、ヘンリー・ペーラム、ニューカッスル校、トマス・ペラム・イコール・ホールズ、デボン・シャー校、 ウィリアム・キャベン・ディッシュが首相に在任、ビュート・ハク・ジョン・スチュアートが短期間のトーリー党内閣を樹立した1762年まで政権の中枢にあった。初期のイギリス議会ではホイック党が優勢だったわけである。ホイック党とトーリー党という二大勢力が発展したことによって、イギリス議会ではホイック党とトーリー党が交代で政権を運営する二大政党制が発達した。 この頃のホイックの政策は自由主義に裏打ちされるもので資本主義の発達を促すブルジョアジーを優遇し自由貿易を促進しその障壁となるものを撤廃しようとする政策をとっていたこの最たるものが穀物法の撤廃である以降イギリスではホイックを指して自由主義そのものと取れるようなテキストの使われ方がなされるようになるホイック士官などはその典型である 産業革命の進展により1830年代から1860年代にかけて都市において工場労働者が増大し、彼らはチャーティスト運動と呼ばれる選挙権の拡大、選挙法の改正、生活向上の養成運動を展開し始めた。また1868年には第二回選挙法改正によって彼らの要求が認められ、 都市労働者に対して選挙権が与えられた。これら労働者の運動は議会政治の場にも影響を表し始め、1830年代以降のイギリス議会政治は政界再編の場となった。保育党ではパーマストン施策ヘンリー・ジョン・テンプルの頃に保育党から自由党への名称の変更が行われた。現在もセント・ジェームズ通りに現存するブルックス。 保イック等の有力者がよく集まった会員制新種クラブにブルックスがある。1764年にポートランド伯爵ら4人の公爵を含む27人のメンバーの社交場として設立された。翌年にはチャールズ・ジェームズ・フォックスが16歳で入会している。ブルックスの名は1777年に経営者となったワイン賞で金貸しのウィリアム・ブルックスの名字から。 セントジェームス通りにある現在の建物はヘンリー・ホランドの設計で1778年に建てられたもので図書室や宴会場、賭博場などがある。現在も女性は正会員になれず最も閉鎖的な社交クラブの一つと言われている。入会金、年会費は共にそれぞれ1225ポンド。AB 世界大百科事典、第 ホイックパーティ。ー、コトバンク。2019年5月3日閲覧。a b オキ k ス氏、日本大百科全書ホイック等。コトバンク。2019年5月3日閲覧。ハメーイー・ロナルド・ウィグザム・インスイクロープディア・オブ・リバタリアニズム。リバタリアニズム・ドット・系統研究所。2019年5月3日閲覧。ロー・ノーマン・マクミラン・エンディング。 マスタリングモダンブリティッシュヒストリー、P72 HT、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.it スラッシュブックス、books, イドイコールザペムディオクバッジ、サイクス、アラン、ラウトレッチだ、エンディング、ザウィックスアンドザポリティックスオブリフォーム、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.it スラッシュブックス、イドイコールオジワバーキバッジ、リーチ、 ロバート、マクミラン、エンディング、ポリティカルアイディオリジー・インブリテン、pp、32から34、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.it スラッシュブックス、イドイコールジャフブコックバッチ、ab 大辞林第3番ホイグ島、ホイグ島、コトバンク。2019年5月3日閲覧、ab ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典ホイグ島、コトバンク。 2019年5月3日閲覧、イギリス市に P246P250、イギリス革命市、P220P253、P262P265、イギリス市に P256P267、イギリス革命市、P100P110、P198P206、P214P215、P229P235、P イギリス市に P270、P289、スペイン継承戦争 P52、P54、P190、P194、P263、P264、P284、P289、P317、P325、P332、P338、P348、P360、ABCDE ブルックスエソハットザ10、 モーストエクスクルーシブジェントルメンエスクラブスインランドンスカルチャートリップ二十二0 20 1 7ありがとうございます。